全然会費無料で、私のトイレが選べた。年会費。私のラウンジ使えるよ。うっそ。千歳の羽田、成田、そして、伊佐に、どうか、なんか。関西か。いいじゃん。いいね。新規局で、ラウンジしようぜ。ヒューヒューだよ。なんだっけ、焦がし醤油てりたまマヨ、焦がし醤油マヨてりたま、いただきます。普段ほんと照り焼き食べないけど、絶対に汚さないで食べれないシリーズ。もうね、照り焼きバーガーの時はみんなペーパーをいつもより多めに入れてほしい。どう？辛くない？大丈夫？ケバブの味。うまいじゃん。これ、てりたまと何が違うんだろう。ちょっと辛い。うん。交換する？いい？うん。食べたけどいい？うん。パクていっちゃったけどいい？そっちの方が美味しい？え、そっち辛くないよね。なんかもう辛いっていう感覚がわかんない。うん。うん、こっちの方が好き。うん。で、よかった。うま辛チーズテリヤ。うん。そっちの方が好き。わかる。うん。完成度高いよね。これも美味しいんだけど。うん、辛いね。美味しいこれ、うん、なんか炭火焼きみたい。うっそ。やっぱさ、照り焼きが結構濃いからさ、卵あるぐらい、照り玉がちょうどいいね。こっちが一緒。うん、あ、でもこれも好き。あの、マクドナルドの辛いソース系好き。うん、ケバブみたいな味ね。そうだね。ソースかな。そうだね。うん、そうだね。うん、ケバブ。ケバブみたいな。ケバブ。うん。うん。ケバブって何味のソースなの？うん？うん。そして後から来るこのチーズ、うまい。うん。寒い？よかったね、一口どうぞ。もうぐじょぐじょに溶けたコーヒーゼリーソフトだっけ。よければ食べた？食べてないの？うん、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 結構辛い。辛い？うん、そうでしょ。うん。今度バーガーキングも行こう。忘れたね。混んでんの？うん。空いてんの？全く混んでない。多分さ、そこ結構奥まってるからさ。うん。空いてないみんな。美味しい。うん。美味しい？大きすぎて。うん。これが海外にないのかわいそう。うん。照り焼きバーガーさ、絶対海外でも売ってるよね。え、ハワイでマック行った？行ってない。行けばよかった。ハワイの動画ってある？うん。一応あるよ。ハワイの動画ってある？あるよ。あ、そう。ルピカさんとチーズ、嘘、ニューヨーク、あれ？チーズケーキ屋さんとか、うん、あとエビのシュリンプとか、エビの
エフェンスガーリックシュリンプとか食べてる動画あるよ。出してないだけで。あ、出してないの？うん。え、ハワイの動画出してないの？忘れた頃にハワイの動画出す？動画。むしろさ、時期的にさ、あれ今行ったのかなみたいな時期に出そうかな。うん。うん、ハワイだよ。うんま。うん。うんま。これちょっと奥まで行っていい？ちょっとカリカリ？カリカリっぽいけど救えなかった。うん。むしろこの溶けてもうめちゃめちゃいい感じになってる。うまっ。四角壁。もう色も可愛くない？可愛い昭和みたいな。カリカリ入ってる。なんだカリカリ。うん、オートミールじゃない。え、この手焼き、普通の手焼きより美味しい。え、テリタマより美味しい。うん、嘘、あんま違いが分からなかった。テリタマ、テリテリ焼きみたいな美味しい。食べる？最悪。うまくてびっくりするよ。嘘、一回食べたことあるような気がしなくもない。確かにそのカップなんか見てる、あのシンクにあったの覚えてる気がするな。今日夢で飛んだんだ。なんかね、木の棒に座ってこう、うん、細い棒、こう長くてこう縦にほうきとかじゃなくて、ただこうお尻に当てがうんだよね。で、気持ちで飛ぶ。あ、わかる。気持ちで飛べるよね、夢の。そう。で、あ、飛べると思って、すごい上手にコントロールして飛んで。でもさ、そんな細いんでしょ？うん。怖っ。たら、もうその棒で一緒に飛ぶってなって、うん。なんか、そう、飛び方を教えてみたいな感じで言って、うん、で、気持ちで飛ぶんだよ、みたいな。こうみたいな。こう、気持ちをこう上げて飛ぶじゃん。飛ぶときって。で、それはなんかできなくて、全然うまく飛べなくて、もう一緒にそれができないと飛べないんだよね。でもさ、教え方もさ、こうとしか教えられないじゃん。うん。なんかこう、気持ちからゾワッとする感じで。そうそうそう。飛んだことある夢で。うん、あるよ。え、そう。こうやって、あ、飛べるよみたいな。俺最近いつ飛んだ？もうだいぶ前だね。うん。なんかあれすごい気持ちいいじゃん。気持ちいい。あーって飛ぶの。しかも割とさ、なんかタンって地上を蹴ったらスーッみたいな。ちょっと棒の経験はない。角材みたいな棒。なんか現場に落ちてそうな。うん、すごい気持ちよかった飛んで。だってあれマスターしたらだいぶ高いところまで行くの。本当にああいう風に飛ぶような気しない？なんか気持ちで飛ぶ。わかる。おいしい。おいしい。なんか飛ぶっていうか、なんか本当に、うん、なんかわかる。え、こういう感じ。重力なくすだけ。そう、うん、あの雪の上を歩く、うん、あれのもっとでかいエネルギーバージョンみたいなね。ちょっとわかんないけど。そっか。なんかみんな夢で飛んだことある。今日金曜ロードショーなんだろうね。うん。なんだろうな、夢に。頑張れ、バーン。今日寒くね？うん、寒い。ストーブつける。この間もこの番組やったの？嘘。北海道ではタコの頭普通に食べるけどさ。え、売ってないの？え、売ってるでしょ。神奈川でも。九州でも売ってる。タコパーティーの時、タコの頭安いなって思ったような。いいね。入れたことある。別に絶対タコじゃなくていいもん、ね。うん、でも確かにイカじゃ嫌だかも、でも。タコは弾力があるから。終わります。